かせるトレーニング講座行きます、この聞かせるトレーニング講座って感じで、まあ、重量は軽ければ軽い方がいいと聞くならばですねということでご紹介してるんですけども、まあ、参考にしてくださる方がいて嬉しい限りですね、まあ、一般的にやっぱり高重量を持たなきゃ筋肉は肥大しないと未だに思われてますからですね。何を隠そう、私もトレーニング歴がもう35年ぐらいになるんですけども、私自身がそうだったですからね、やっぱ周りの人間が重たい重量を持ってたからそれに負けないで頑張っていこうっていう感じで、まあ、私もパワーリフティングとかもやってましたから、ベンチは大会で160、スクワットなんか220ぐらいはやってた感じがしますけどね、まあ、遠い昔だから忘れかけてるんですけど、そんなことを言うと、若い時は上げてましたねって言われるけど、そんなことないですね。今54歳だけでも練習すれば上がる自信はありますよね。まだ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 っていうか、そのテクニックもありますし、まあ、筋量もまあそれぐらいは上げる筋量はあると思うんで上がるとは思うんですけども、パワー競技に出ないですからですね、出なければそれは上げる必要がなくなりますね。こうやって、例えばベンチ160上げたって自分の相手自慢するのはあまり意味がないことですね。もちろんそういうのが好きな方はそれでやればいいんですけども、好きじゃない方もたくさんいらっしゃいますからですね。中には、まあ、例えばスクワット200キロ持って周りの人が驚いて見てたって言われるけど、まあ驚く人もいるかもしれないけど、ちょっと驚かないでちょっと邪魔だなと思う人もいらっしゃることはいらっしゃるわけですよね。それに、まあ、LB ジムでは筋トレっていうのはやっぱり脂肪として筋肉を大きくする作業だと思ってますから、脂肪が大きくて高重量を上げるっていうのは、まあ、聞かせるトレーニング的には、好ましくないことだと考えています。だいたいスクワットっていうのは足が短い方が上がりますからね。私なんかの体型はちょっとスクワットには向いてないですね。まあベンチにも向いてないですけどね。ベンチが上がる方っていうのは胸板が厚くて肩が後ろについてる方ですね。もう見た感じ、あ、ベンチが上がりそうだなっていう感じがしますね。まあ、LB ジムだったらトレーニング詳しい人がいて、あの体型だったらそれぐらい上がりますよねみたいな感じで言う方もいらっしゃるんですけども。まあスポーツに合った体型っていうのはありますからね。今はボディービル向きの体型とこうフィジーク向きの体型がちょっと違うっていうのは皆さん分かってきたと思うんですけどね。例えば野球に向いた体型とか、まあ、相撲に向いた体型とか、体型によってその、スポーツの、まあ、上達度合いも変わってきますね。まあ、ベンチプレスとかスクワットもスポーツだと考えればその体型によって、それが変わってきますからね。まあ、ベンチとかの重量が伸びなくなると今度ダンベルを自慢したりですね、アームカールの重量を自慢したりする方がいらっしゃるんですけども、アームカールなんかいうのはハンドがつけばすごく上がりますからね。それはいよいよ要領になりますけれども、まあそういうふうに重量を上げるっていうことと、効かせるトレーニングっていうのは全く別のものと考えていただきたいですよね。もちろん何度も言いますけど、重量を伸ばして筋肥大をさせる方がありますから、それが好きな方はそういうとこをご指導するとこはたくさんありますからですね。ご指導する方もたくさんいらっしゃいますから、そういう動画を見られたらいいと思うんですけども、重量を持たなくていいっていうジムは本当世界に LB ジムだけだと思うんですよね。まあ本当面白いトレーニングですから、参考にしていただける方がいらっしゃると、まあ、幸いでございます。